アラムさん、こちらぜひこれ。それでは今回なんですけども、ただで180円分のファミペイボーナスがもらえるワビボーナスのもらい方ということで、前回はファミペイからアプリが混み合ってたことによってワビボーナスがもらえるということで以前動画にさせていただきました。で、その時に月曜に発表があるということでしたが、本日18時に発表がありましたので、この件についてお伝えしていこうと思います。ということで早速ファミペイボーナスのもらい方について解説をしていきたいと思います。まず今回もらえるのはファミペイボーナス180円分ということですね。今回このファミペイボーナスをもらえる条件なんですけども、こちら書いてある通り、まず7月1日から7月の18日までにファミペイのアプリをダウンロードして、そして1番ファミペイの会員登録を完了して、その後に2番ファミペイを利用、そしてファミペイ暗証番号を登録、そして利用可能までに設定するという必要があります。このファミペイのボーナスがもらえる方の確認方法なんですけども、対象となる方の場合は左の写真のようにファミペイを使うのバーが表示されていれば大丈夫です。次に対象とならない方は右の写真のようにファミペイを利用するという表示がされているとボーナスがもらえません。まあ簡単に言うと完全に登録までが完了してないですよという意味を示していますね。念のためファミペイの会員登録方法なんですけども、こちらまずは初めての方をタップして会員登録を押したら、この新規会員登録をここでします。そしてそれが進むと、この写真のように左から右に流れるように見ていただきたいと思うんですが、1番ファミペイを利用するを選択、そして2番ファミペイの暗証番号を設定、そして2で設定した暗証番号の入力をして、4番で設定が完了ということですね。結構シンプルで簡単です。僕も登録はだいたい 2,3 分ぐらいで終わりました。で、今回のファミペイボーナスもらい方のまとめをすると、まず今回もらえるのは180円分のファミペイボーナス、そしてすでにファミペイに登録して設定済みの方も対象となってます。で、あとボーナス自体は7月の22日月曜日より順次開始となっています。なのですぐもらえるわけではないのでお気をつけください。そして対象となるのは7月の1日から7月の18日23時59分までにインストールした方が対象となります。そしてファミペイの決済チャージ有無は問わないということでしたので、以前の発表ではチャージが必要みたいなことが書かれてたんですけども、今回の発表ではチャージする必要もなく普通にタダでボーナスがもらえるということになってます。なのでぜひですね、ファミペイをデビューするなら今のうちが良さそうですね。ということで今回の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。